その充電したキャパシタをこのパワーカードで短絡すれば大電流が流れるはずで。こんにちは。前回の動画で電装のパワーカードの基本的な使い方みたいのを動画で解説しました。パワーカードの中には保護回路用のセンサーが入っているんですけども、前回の動画ではそこまで説明しなかったんですね。まあ、一応動画の最後で予想みたいのはやってたんですけども、まあ、だいぶ中途半端な感じで終わってしまいました。で、今回の動画はこのパワーカードの保護回路の部分について少し見てみたいと思います。まあ、前回の動画の続きという感じです。このパワーカードの中にセンサー2つ入っていまして、1つが温度センサーで、もう1つが電流センサーです。温度検出と過電流検出を少しやってみます。こちらがパワーカードです。 IGBT が2回路入っていて、それぞれに制御端子が5本ずつあります。で、ここから5本足が入っています。これが制御用の端子です。で、それぞれがケルビンエミッタ、センスエミッタ、ゲート、アノード、カソードという風になっています。IGBT に流れている電流を検出する場合は、このケルビンエミッタとセンスエミッタのところに抵抗を入れて流れる電流を検出します。温度検出をする場合はアノードとカソードの端子を使います。このパワーカードの中に温感ダイオードが入っています。で、温度検出をする場合はこちらのアノードとカソードの端子に低電流を流してあげます。そうすると中に入っている温感ダイオードの電圧が出てくるんですが、そのダイオードの電圧を温度に変換します。つまりこのケルビンエミッタとセンスエミッタが電流検出用で、アノードとカソードが温度検出用に使われているというわけです。まずはじめに温度センサーについてです。このパワーカードの中には温感ダイオードが入っています。その温感ダイオードを使って温度センサーをしています。どういった原理で温度が測れるかというと、これはダイオードの温度特性を利用しています。グラフを書いて説明します。横軸にダイオードの順方向電圧、縦軸にダイオードの順方向電流を取ります。そうするとダイオードの特性はこういう風になるわけです。だいたいここの電圧が 0.6V くらいですね。ダイオードの温度が高くなるとどうなるかというと、この特性が少しだけ左にずれます。この立ち上がりの VF が少し下がります。こんな感じで移動します。例えば一定の順方向電流を流してこの温感ダイオードを駆動します。一定の順方向電流なので、例えばこのくらいの電流を常に流しておくとしましょう。そうするとダイオードの順方向電圧もそれに従って変動するわけですから、この時の電圧を測ればパワーカードの中に入っている温感ダイオードが何度か分かるようになります。次にパワーカードの AK に低電流を流して温度検出をやってみます。これが回路図です。温感ダイオードが中に入っていて、で、その外に何か低電流源を接続します。これをブレッドボードに挿して実験してみます。なんか前回の動画でブレッドボードに挿したら結構評判が良かったんですけど、そんな面白かったですかね、これが。温感ダイオードに何アンペア流すとか、そういった細かいことは分かりませんが、とりあえず順方向電圧を見るだけなんで1ミリアンペアくらい流せば十分だと思います。電流源はこちらの低電流ダイオードを使います。こちらに電源をつなぎます。そして温感ダイオードの順方向電圧を測るためのプローブをつけます。これで完了です。電源のスイッチを入れると、はい、こんな感じですね。電流は 1.2mA 流れていて、そして温感ダイオードの電圧は 1.8V です。順方向電圧が 1.8V なんで、温感ダイオードがもしかしたら3つくらい直列になっているかもしれないです。ドライヤーを使ってパワーカードに熱風を当てます。熱風を当ててパワーカードの温度が上昇すると、こちらの温感ダイオードの順方向電圧が低下するはずです。ドライヤーで熱を当ててしまうとちょっとダメみたいですね。すぐ近くに電流源を置いているんですが、それがもろに熱の影響を受けてしまうようです。ドライヤーを使う方法は諦めて別の方法でやります。 IGBT に電流を流して直接加熱する方法にします。 IGBT のゲート電圧を調整してわざと発熱するようにします。これはバイポーラジャンクショントランジスタでいう活性領域で動かすのと、MOSFET でいうと飽和領域で動かすと、そういったイメージですね。こんな感じで手元でゲート電圧を調整しながら少しずつ電流を流していきます。
こんな感じでうまい具合に電圧がどんどん下がっていってくれてますね。ということはこの中で IGBT が発熱して、でその熱が温感ダイオードに伝わって、でその結果こちらに表示されている電圧が下がると。今温感ダイオードの電圧が結構下がった状態になってるんですけど、どれくらい発熱してるんですかね。これはどれだけ発熱しているかもわからないのに素手で触るのは絶対にやめましょう。やけどをしてしまいます。サーモグラフィーで温度を測ってみます。104度、高いですね。結構温感ダイオードの純方向電圧を測定して、でそれを温度に変換します。これはシリコンダイオードの純方向電圧の温度特性です。この 0.6V というのは純方向電圧です。まあ、0.6 と書いてありますけど、まあ、0.6 から 0.7V の間です。マイナス 2mV はシリコンダイオードの温度係数です。温度が1度上がるとこちらの純方向電圧が 2mV ずつ下がるというふうになります。でそして最後に温度です。まあ、温度変化でも OK です。このパワーカードの中に入っている温感ダイオードの特性は事前に分かっているので、こういったマップが書けます。横軸が温度で縦軸が純方向電圧。温度が高くなるほど純方向電圧は下がっていきます。で例えばこのパワーカードが刺さっている回路基板に保護回路があったとします。電圧がある式位置より下がったということを検出すれば、このパワーカード自体がかなり発熱しているということになります。制御回路上で温度の保護を入れればパワーカードの加熱破損が防げるわけです。まあ、実際にそういったやり方をこの回路上でしているかわかりませんけども、まあ、多分してると思います。 100% 正確ではないです。前回の動画で制御回路から細い線が2本出ていて、でそれで何かやっていると話しました。視聴者の人からも回路についていろいろコメントをもらいました。でこの回路のパターンの間隔がものすごく狭くなっていることについてです。それについてのコメントでノイズ対策というコメントをもらいました。これはもうまさにその通りだと思います。この制御基板の下にこういうふうにパワーカードが刺さります。でこのパワーカードには大電流が流れます。大電流が流れる回路が制御基板のすぐ近くにあるので、当然そこからの磁束がここに鎖交するわけですね。配線パターンを2本並列に引くことによってループ面積を小さくして、外部からの磁束の影響というのを少なくしています。イメージとしてはこんな感じです。ここが温感ダイオードで、でそこまでの、パターンですね。これが線です。でこれが温感ダイオードをドライブする低電流回路で、温感ダイオードの純方向電圧を測定するために純方向電圧を測ります。近くに大電流が流れる回路があるので、当然この配線のループ面積も、電圧の測定に影響します。理想的にはこちらの測定している電圧はダイオードの純方向電圧だけになってほしいんですけど、実際そうはいかないんですね。でこの磁束が鎖交することによる電圧も当然出てきます。こうですね。この部分です。でこのループの面積が小さければ小さいほどこちらの項は無視できるわけですね。なのでこの下の回路のように、まあ、並列に並べて、でなるべくループの面積を小さくして磁束を通らないようにしていたわけです。でこの解説動画を作るにあたってパワーカードを、まあ、使ってるんですけども、まあ、実はパワーカードである必要性は全くないんですね。まあ、ただ手元にたまたまパワーカードがあったので、まあ、パワーカードを使っている、ただそれだけです。次は電流センスについてです。このパワーカードの中にカレントミラー回路が入っています。そのカレントミラー回路に流れる電流を電圧に変換して電流センスをしています。電流センスはカレントミラー回路でやっています。これが IGBT で、コレクターの電極は共通で、でエミッターの電極についてはいくつか用意しておきます。 E が、まあ、通常の電流が流れるエミッターの端子で、この SE というのがセンスエミッター、カレントミラーの、まあ、センシング用の電流を流すためのエミッタの電極です。パワーカードについていろいろ調べてみましたが、メインの電流が、まあ、1万だとすると、1万対1の比率で、そのカレントミラー回路を作っているようです。ちなみにパワーカードの定格電流は400アンペアなので、400アンペア流れた時にカレントミラーの回路には 40mA 流れることになります。
カレントミラー回路を使った電流センスというのは、このパワーカード以外にも実は結構やられているんですね。なのでこのパワーカード特有の何かスペシャルなものというわけではないです。パワーカードの中の回路図的にはこうなっています。本当は2回路入っているんですけど、1つ省略しています。でここにケルビンエミッター、センスエミッター、ゲートで AK の順番で並んでいます。まずメインの電流がどういった経路で流れるかを見てみます。こちらのコレクターと O の部分が接続されていて、こういうふうに電流が流れてくるわけですね。こちらのエミッター側から流れてきて、こちらの N の方に流れていきます。これがメインの電流経路です。でセンスエミッターの電流はどういうふうに流れるかというと、こちらの方に流れていきます。でこちらの SE と KE の間には実はセンス用の抵抗が入ってるんですね。これはまあ外付けの回路として付けます。で電流は抵抗を通って、まあ、こっちのメインの方に流れていくんですけど、ただこちらのパワーカードの制御基板を見てみると、このケルビンエミッターと温感ダイオードの K の端子が共通になってます。なのでもしかしたら K の方に電流が流れていくかもしれませんが、正確なことは分かりません。でセンスエミッターからケルビンエミッターに流れる電流を、まあ、この抵抗を介して電圧に変換します。この抵抗値の大きさを決めるわけですけど、あまり大きすぎても良くないわけですね。例えば 400A 流れた時に 2V くらいの電圧を出力してほしいと。そうするとこの R の値はどうなるかというと 2V で、で電流の変換比が1万なので、これが40mA ですね。なので50オームの抵抗をここにつけることになります。 400A 流れた時に電圧は 2V です。ケルビンエミッタとセンスエミッタの端子に直接チップ抵抗をハンダ付けしてしまいます。大電流を流した時の方が測定が割とやりやすそうなので、何か大電流を流す手段が必要です。なのでこちらのキャパシターを使いたいと思います。こちらにキャパシターがありますが、キャパシターを充電して、その充電したキャパシターをこのパワーカードで短絡すれば大電流が流れるはずで、ちょっと大電流すぎますね。これだとちょっとキャパシターが強すぎるんだと思います。もうちょっと小さいやつでやってみます。多分このくらい小さなやつならパワーカードは壊れないくらいの大電流は流せるはずです。なのでこれでやります。今こんな感じで測定しています。電源にキャパシターをつなげて、そのキャパシターと直列にパワーカードを接続するといった感じです。でパワーカードに流れる電流はこちらの電流プローブで測定しています。そしてカレントミラー回路からの電流はこちらの電圧プローブで測定しています。オシロスコープの波形がこうですね。こちらの黄色の波形が電流プローブの測定波形です。一マスが 50A なので、だいたい 150A くらい流れていることになります。こちらの紫色の波形はカレントミラーの波形です。一マス 200mV なので、だいたい 630mV くらいの振幅が出ています。この波形が一致しているかと言われれば、まあ一致しているかもしれません。一致していないと言われれば、まあ一致していないとも言えますが、まあ大まかな波形は一致していますね。でカレントミラーの波形から流れている電流のピーク値を求めてみます。変換比が1万、カレントミラー回路の電圧が 630mV、 そして抵抗値は 50Ω です。なので 126A流れていることになっています。電流プローブの黄色い波形がだいたい 150A くらいなので、まあだいたい一致しているかなといった感じですね。どちらの波形が正しいかというのはちょっと微妙ですね。なんとも言えません。はい、ということで今日は電装パワーカードの使い方という動画でした。今日紹介した内容は実はこのパワーカード以外にも応用ができます。なのでもし興味がある人は自分で何か他のパワー半導体を探してみてやってみるといいかと思います。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございます。